皆さんこんにちは。来年は中国の、指導部が一新するというか、現在の政局常務委員の半分以上が変わるという年になるわけですけれども、私はあんまり大きな変化はないだろうと、特に我々にとってそのいい変化はないだろうと思っております。なぜならば、まず第一点は、彼らはすでにその足を置くところを手で探るというやり方をしまして、次期国家主席、次期首相などに関してはある程度目処をつけているわけです。で、よっぽどその次期の候補者としてふさわしくない、大失敗でもしない限り、習さんが、国家主席、そして李さんが国務総理、つまり総理大臣、になるというシナリオは、もうお互いのいろんな派閥の調整の上で妥協している事実だと思います。ただもちろん副国家主席イコール次期出席ということではなく、例えば前の江さんにしても結果的には出席になれなかったわけですけれども、しかし大体においてはそのシナリオ通り人事が行われております。日本みたいに10年にそれ大臣10名ぐらい変わるようなことよりは、一回決めたら5年間あるいは10年間その人が政治やるというのもある意味では安定感があっていいのではないかと思います。ただしまた別の目から見ると、日本の場合には大体、首相の支持率が 20% 台に入り、そしてその政党与党の支持率も30% を切ればですね、これは世論として受け止め、そして、潔よくですね、選挙に出て、選挙をやって、国民の信を問うというようなことはしばしばやってきたと思います。しかし残念ながら中国の場合にはそのようなメカニズムはありません。ですから、あくまでも共産党の事前にお膳立てした人事で、そして党大会とか全人大会などはそれを追認するような形になっております。そういう意味から言うと、私はやっぱりあんまり期待できないと思います。しかし一方によってチベット人は今までずっとですね、毛沢東よりは小平がいいだろうとか、小平の時代に来たら雇用法が良かったとか、雇用法が来たら今度李法に期待したり、李法が来たらまたがっかりしたり、その次に江沢民に期待したり、常にですね期待だけしてきたけれども、正直言って、その人たちにも裏切られたようなことで、結局一歩も前進しなかったということです。ですから彼らが個人的にはどんなにいい人であろうと、実際その党の一員として行動しなければならない。彼ら自身が発明した制度で彼ら自身を縛っているというのが多分今の現状ではないかと思います。聞くところによると、温家宝にしても長州は、もちろんですけれども、こういう方々はかなり進歩的な考え方を持ってて、そしてその今の中国の現状を変えるためのさまざまな政策をやろうとしているけれども、しかし、それがいわゆるその保守派といわれるところから、ことごとく潰されてしまうというようなことが多分今でも起きているのではないかなという感じです。
まあ、2012年まであと1年ちょっとしかありませんので、皆さんも期待しないで、見守って、もらいたいと思います。もちろんそのチベット問題、ウイグル問題、あるいはあの南モンゴル問題などについてはですね、基本的にはあの誰がなっても彼らが中国人である限り、私にとってはそんなに期待できるような政治をやるんだろうとは思わないんです。しかしあの我々以外の中国人自身の人々もですね、今は核の差、格差とかそういう生活のものが、まあ、インフレなどによって非常に緊迫した状況にあるということで、中国という大国は現在、いつ噴火してもおかしくないような火山帯になりつつあるということは間違いないだろうと思います。まあ、あの海外から多くの中国の留学生は祖国を戻っているわけですけれども、この人たちは外で自由な空気を吸って、そして外の社会を見て、自分たちの祖国がいかにあの遅れていて、そしておかしいかということを多分肌で感じているはずです。この人たちがやがてその政府なり行政あるいは経済界の中心となった時に、まあ、どう変わるかということでしょうから、私は少なくても次の4年5年の中ではその大きな変化は生じられないだろうというふうに思っております。以上です。